Now you're listening to FM Naha Radio. 皆さんおはようございます。今日は7月20日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングナハです。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。奈良蓮です、はい、いつもなんて言ってたっけと思って詰まりました。自分の名前、はいはいはい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。朝早くから皆さんコメントいただいてますね、うん、夏の川島エミルキー18さん、おはようございます。おはようございます。エミルキーさん、おはようございます。自転車の店タオさん、おはようございます。ということで、今日も猛暑ですね。暑かった。朝暑かったですよ。今日バイクで来るから全然分かんなかったんだけど、バイクも結構暑いんじゃないですか、来るとき。風切って走るから、はい、あんまりバイクは分かんないんですよね。よく止まってると暑いなと思ったりするけど。あー、そっか、風が。今日はスイスイ進んで。そうですね。そうです。あ、寒い時は結構大変かもしれないですけど。そうなんですよ。逆に涼しいんでしょうか、夏はバイクは。涼しいですね。良いですね、うん、ところで社長、はいはい、今日は何の日でしょう。今日は土曜の牛の日です。あ、そうですね今違う答え準備してて、はい、そういえばそうだと思いました。打ち合わせ通り、はい、土曜の牛の日ですね、はいはいはい、今日はうなぎの日ですよ。うなぎの日ですよ。土曜の牛の日についてだったら何でも聞いてください。本当ですか。何でも知ってるんで。じゃあなんで土曜の牛の日は生まれたんですかなんで土曜の日牛の日が生まれたな。あ、土曜の牛の日は、はい、あれなんですよ、うなぎをなんとか売るためにうなぎ屋がどうやってうなぎ売ったらいいかって平賀源内に相談したんですよ、はい、それ平賀源内がじゃあ土用の牛の日をうなぎを売る日にしたらいいって言って、はい、土用の牛の日ができたんです。そうなんだ。ゴールデンウィークとかと一緒ですよ。商売のためにできた日なんですね。なるほど。バレンタインデーみたいな感じですね。バレンタインデーみたいな感じですね。すごい、はい、知らなかったでしょ。じゃあなんで牛の日なのにうなぎを食べるんですか。だから牛の日がそもそも何かというと、はい、季節のことなんですよ。あ、牛って季節なんですか。十二支の、ね、牛虎ってあるじゃないですか、はい、あれの、を季節を表していて12の、はい、それで牛の日っていうのが、まあ、ちょうど今頃で、平賀源内さんがこの季節に、牛の日にやろうよみたいなことを言ったと。あ、はいはい、中国暦的な感じですかね。ありましたね、はい、シーミーとかね、はい、そういう感じで、そういう感じか。12のやつがあるんですよ。もうそんな簡単な質問謎全然大丈夫でさすが物知り社長ですね。ちょうどググったんでね。ちょうどググってよかったですね、はいはい、ありがとうございます。ちょっと勉強になりました、はいはい、ちょっと、はい、でも今日のトークテーマはねこれとは関係ないんですよ。え、うなぎの話じゃないの。いや1時間無理かなと思ってうなぎの話で1時間、そんな食べないしなと思って。そうなんですか、はい、では、はいはい、新たなトークテーマを発表させていただいていいでしょうか。はい、どうぞ。今日のトークテーマはジブリです。ジブリです。これは朝ね社長に教えていただいたんですけど、うん、今日ね、7月20日、はい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 、今日の17年前、2001年に、うん、千と千尋の神隠しというジブリの映画が公開されまして、うん、その映画はですね、なんとジブリの映画ランキング興行収入が1位なんですね。それで？ということで、私結構ジブリの映画が好きなので今日はジブリの映画について語ろうかなと思いまして。なるほどね。よろしいでしょうか。ジブリも大好きですよ、僕も。そうですね、社長は好きそう。そもそも好きですからね。はい、うん、そうだからジブリの映画について今日は語りましょう。皆さんの、コメントお待ちしています。はい、ちなみにジブリの映画で好きな映画は何ですか。ジブリのトトロ。トトロね、うん、ですね、このジブリの映画収入ランキング、うん、どれだけ売れたかというか見に来たか人が、はいはいはい、ランキングがあってですね、うん、トトロはなんと18位、うん、トトロはね、はい、赤字出したんですよ。そうなんだ、意外ですね。そうそう、大人気に見えたけど、ホタルの墓と2本立てで上映されて、はい、赤字を出したジブリ史上最低の最低のそうそうって言われてるんですよ。意外な事実でした。実際でしょう。はい、そうそう、好きなんだけど、まあ、売り方が良くなかったみたいですね。そうですか、はいはいはい、どんなとこが好きなんですか、トトロの。トトロの
あ、今セミの声が聞こえる。セミの声が聞こえますね。トトロの世界にいるみたいだ。トトロのどんなと、なんかね、あれだね、このトトロが何者なのかよくわからないというところで来るのはもちろんのこと、はい、このちょっとホラーなところがあるじゃないですか。そうですね。ポニョもあるかな。ポニョも似てるんですけど、はい、ジブリはそのちょっとホラー感がありつつ、このサツキとメイがのこの子供の目線でこういうジブリ、はい、このキャラクター、猫バスとかめっちゃ怖いじゃん。怖いですね。あれに追いかけられたら死んじゃいますね。そうそう。で、子供だからまあそういうところに乗り込んでいけるみたいな、この夏のワクワク感みたいなところ、はい、何回見ても好きですね。そうですね。しかも、うん、映像がすごい綺麗ですね、ジブリは。ね、あのね、綺麗だよね。そこもよろしいかと思います、うん、こんな感じで今日はジブリについてたくさん語りましょう、はいはい、皆さんのコメントリクエストお待ちしております、うん、はい、この番組は皆さんからリクエストメッセージを募集しております、はい、メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。よろしくよろしく。またこの放送はツイキャス、ユーストリームから動画配信しております、はい、FM那覇のトップページからアクセスいただいてお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ジブリの曲用意しておけばよかったね。そうですね、まあ、急遽決まったから。1曲目は、大塚真紀でメモリーズをお聴きください。はい、オフトーク。オフトークです。あー、待って、社長。はいはい。お芋さんが来てます。あ、まあ、ジブリの映像よりレナちゃんのが綺麗だよって。お芋さん、お久しぶりですね。お元気でしたでしょうか。何を。ちょっと嬉しいですね。お久しぶりです。コメントありがとうございます。社長、トトロみたいな体型のくせにって。おいおい。社長でもだいぶ痩せてトトロじゃないですよね。今はちっちゃいトトロぐらいだよね。ちっちゃいトトロぐらいではないけどちっちゃいトトロまではちっちゃくなってないけど、うんうん、おお。一作目は風の谷のナウシカかな、アイミルキーさん、ね、さ順番どうだったっけ。順番調べておこう。何ですか、公開した順番ってことですか。そうそう、一番古いのってなんだろう。ナウシカかな。社長調べてもらえますか。ラピュタかな。ラピュタが古いんだ。年表を見てる。ナウシカ。ナウシカだね。ナウシカなんだ。ナウシカなんですね。初めて知りました。意外と、あ、最近だ。そういえば、あとトトロって言ったらなんか怖い伝説みたいなの結構ありますよね。裏伝説みたいな。裏伝説ね、はい、実はサツキとメイは死んでるとか。そう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 。なんでそういうことが、そういう噂が出たのかなってずっと考えてたんですよ。終わり方じゃない。どんな終わり方でしたっけ。お母さんにトウモロコシにメッセージ書いた、はい、トウモロコシを病室に置いていって、はい、いなくなったりとか、病室、はい、お母さんが病弱な理由とか、でしたね、なんかそういうのが全然明かされないから、はい、なんかな伏線が多すぎたじゃん。あ、だからあの映画のなんかこの変な雰囲気ってそういうとこにあんのかなって。あ、私そのトトロを多分映画館で見た覚えがあるんですけど、うん、17年前だから4歳。4歳の時に映画館で見たの覚えてんの。5歳。見てないかもしれないですね。おいおい、見てないかもしれないですね。見たんじゃない。やっぱり懐かしさを感じる映画ですよね、あれは。かっちゃんさん、社長れなちゃん、おはちーす。今日うなぎ食べる日やでって。社長今日うなぎ食べます。うなぎ食べません。うなぎ食べません。食べません。私も食べません。コンビニとかで売ってたら買おうかな、うなぎを。うなぎ、食べるときは美味しいやついいの食べた方がいいよ。でも安いうなぎすごいゴムみたいに硬いから。ゴムみたいに硬いんだ。怖い。売ってるけど。あ、でもホッカ弁とかで売ってるじゃないですか。あ、マジで売ってますよね。ホッカ弁美味しそうだね。ホッカ弁は大丈夫ですよ、うん、ですよね、きっと多分ね。よし、じゃあ本番いくか。
78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。ただいまの時刻は8時11分です。カルチャンプルな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングナハです。では初めに今日のお天気をお伝えいたします。本日8月20日沖縄本島中南部のお天気は北東の風やや強く、江北の風非常に強く、晴れ後曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る、波 2.5 メートル後6メートル、うねりを伴うとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 20%、 12時から18時まで 50%、 18時から24時まで 60% となっております。日中の最高気温は30度です。今日も暑くなりそうなので、熱中症がね、皆さんすごく大変というニュースを見ましたので、うんうん、水分補給と影をね探して歩くように私もしてますね、うん、やっぱり歩いてるだけで、ね、体力がどんどん奪われるので、皆さんすごくお気をつけてね。熱中症増えたよね。増えましたね。スタッフの関係者とか、まあ、うちの身の回りにも熱中症で倒れる人、本当ですか、何人かいましたよ。やっぱり猛暑の影響ですね。あとイベントに行ってね、熱中症になるとかね、うん、この時期イベントも多いですからね、羽外しちゃってね、気をつけてくださいね、うん、そうですね、はいはい、皆さんお気をつけください、うん、続いて気象警報注意報です。沖縄本島地方では強風や高波、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください、はいはい、あと来週じゃなくて明日、明日台風が近づいていまして、沖縄電力のこのちょっと読みましょうね、はい、沖縄電力さんからメッセージ来てます。放送用の対策のお願いがあります、台風10号が沖縄地方に近づいています。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけではなく、電線に絡みつき停電になる場合があります、風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定など、事前の対策をお願いいたします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池などの準備や、携帯電話、スマートフォンの充電、ブレーカー操作の確認をお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力のホームページにて停電情報をご確認いただけます、以上事前の台風対策の、お願いでした。はい、はい、ありがとうございました。明日にね、もしかしたら暴風警報に入る、うん、なんか危険があります。直撃っぽいね、これね。はい、直撃予想ですね、はいはい、皆さんお気をつけて今日のうちに買い出しとかね、うん、あと停電対策とか、はいはい、台風情報読んだ、新聞で読もうかなと思いますね。はい、後ほどよろしくお願いします。はい、続いて道路交通情報です。高速道路の方からお伝えしていきます。高速道路沖縄道下り金インターチェンジ付近、故障車のため規制がかかっております。続いて沖縄道上り高知 BS 付近、故障車のためこちらも規制がかかっております。続きまして、一般道の那覇市内の一般道の交通情報をお伝えいたします。阿蛇交差点から、古島方面、また上野屋方面、こちら渋滞しております。また阿佐と北交差点、こちら渋滞しております。マダン橋から余儀に向けて、またマダン橋から、小羽倉方面に向けて渋滞しております。山下から山下南、柿の花から小禄方面、那覇空港方面も渋滞しております。皆さん運転の際はお気をつけて、安全運転でよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。以上で今日のお天気交通情報をお伝えいたしました。さあさあ、今日のトークテーマは、ジブリということで、皆さんのジブリトーク、ジブリなうんちく、もう何でもいいからジブリにまつわるコメントをツイキャスからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいはい、ルルル沖縄さんがジブリは千と千尋の神隠しが一番好きです。おお、そうなんですね。耳も澄ませばも大好きです。耳を澄ませばいいですね。私も大好きです。大好き。耳を澄ませば、なんていうんですか、ちょっと甘酸っぱい恋
心と言いますか、はいはいはい、切ないというか甘酸っぱいですよね、甘酸っぱい、あの映画。あとなんかジブリってかっこいい男の子がたくさん出てくると思うんですよ、うん、はい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 。社長一番誰が好きですか？僕は、はい、アシタカですね。アシタカか、いいですね。右腕だか左腕がうーってなってるのを、はい、すごく中二病みたいに、中二病みたいにかっこよくて確かに、うん、あれかっこいいですよね。あれが中二病 の, あの始まりじゃないんでしょうか？いや違います、違いますか、中二病の始まりは悠々白書っていう漫画があって、あ、そうなんだ、違うやつなんだ。あれ似てる設定ですよ。でもですよね、うん、腕を押さえつけるみたいな。あれはかっこいいですよね、はい、うん、社長私にも同じ質問してください。そのパターン面白いね。じゃあはい、ジブリで好きな、はい、あの男性キャラクターは誰ですか？はい、私は、あ、迷うな、どうしよう、迷ってんのかよ。決めてから。そうですよね、うん、やっぱりハウルかな。でもあ、ハウル人気あるよね。人気ですね、一番、うん、あのハク様と迷ったんですよ。ハクね、ハク様と迷って、うん、様付けなんだもんね、はい、ハウルは、あ、お、ハウル様じゃないの？ハウルはハウルですね、ハク、ハク様ですね。はい、ハウルはあれでしょ、木村拓哉でしょ、声が。あ、そうですね、うん、あんまり声は好きじゃなかったんですけど。あ、本当に、はい、でもそうですね、やっぱりハウルいいですよね。嫌いな男性キャラクターは誰？はい、あの魔女の宅急便のトンボ、うん、あ、トン、え、あ、マジで、なんで？あ、嫌いというわけではないんですけど。かわいそうな。嫌いというわけじゃないんですけど。嫌いな要素あった？あの、タイプじゃないっていうか。そうですね、あんまりタイプじゃない。しかもさ、聞いてから言うの早いし。そうですね、トンボ嫌い。トンボ嫌い、嫌いとは言わないですけど、うん、そうですね、あんまりあの、ヒーローにはふさわしくない感じはしません？あ、でもなんでこいついんのみたいなところは。そう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 、わかりますよね。ウォーリーにも似てるし。似てる似てる、しましま着て成立しそうなんだけど成立しないんだよね、トンボがいないとね。あ、そうですね、トンボに恋するんだよね。でしたよね、多分キキが恋したから魔法使えなくなっちゃうみたいな設定のためだけに。そうだった気がする。あの、いるからね、トンボ。トンボがね、どこを好きになったんだろう。わかんない、多分あれじゃない、ね、レナにはわからない魅力が、わからない魅力があったのかな。メガネとか、メガネとか、メガネフェッチだったのかな。かっちゃんさん、うん、テーマジブリ、かっちゃんはね、早速、うん、千と千尋の神隠しを千と千、これはなんて読みますかね、千正を、千正をの神隠しと友達を笑わせた、以上ですって。何何何、わからない、なんかごめんなさい、コメントのコメントをなんかちょっと無駄遣いしてしまいました、ね、うん、なるほどね、面白く読めなくてごめんなさい。これはどういう意味なんでしょう、わかんない。自転車の店タオさん、はい、トトロとホタルの墓の、同時上映を女友達と見に行きました。最初のホタルの墓を見てドヨーンとしてしまい、トトロ見て、よかったねって映画館から出て話しました。あ、確かにこれ順番逆だったら、うん、きついですね。いやでもな、うん、2本連続はきついよな。トトロとホタルの墓を同時に見るっていうのはきついよね。はい、まず時間も長いですしね、うん、2つ見たらなかなかもう4時間以上。そうそう、何を考えたらいいんだって思うよね、なんで同時に上映したんだろう。そうですね、なんかさ、深い意味があるのかなとか思っちゃうよね。思っちゃいますか。うんうん、思うよね、 はい、なぜみたいな。面白い、あのホタルの墓が結構あの再放送で、あの地上波で流れるじゃないですか、うん、もう見るたびに悲しくて悲しくて。あー、悲しいよね。悲しくてカットされてんだよね、確かいろいろ。そうですね、多分地上波ではカットされてるらしいです、うん、最近監督が亡くなったんだっけね。あ、そうなんですか。そうそうそう、存じ上げなかった。うんうんうん、あのジブリの中で一番よく見たのは何？一番よく見たの？そう、やっぱり何回も見たって、どっちかな、トトロか千と千尋の神隠しだと思うんですよ。おー、トトロ見たんだ。トトロ見ましたね、何回か、はい、やっぱり。あ、そうなんだ、そうなんだ、はい、ね、やっぱでも千と千尋人気だよな。モノマネする人とかも多かったもんね。モノマ、あー、そうですね、コスプレってことですか？違います、違う違う、あのカエルの真似とかさ、あの白様とか、なんかあの、うん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 、首が3つあってこうなんかぴょんぴょん飛んでくるやつなんだっけ。あ、なんか痛いね。棒とか、なんかモノマネしやすいキャラが多かった、ね、うんうん、確かにキャラ濃かったですね、あの映画結構。うん、そうそうそう、そういう映画だったもんね。でも小さい頃に見たら結構顔なしはトラウマレベルですよね。あ、顔なし怖かったね。結構トラウマレベルだと思う。それ言うとジブリって結構ホラー系のキャラ多いよね。そうですね、不思議な感じ、うん、
あの顔なしはでも一番怖いキャラだよね。そうですね、うんうん、でも、うん、はい、あ、いいでしょ。あ、大丈夫ですか。曲飛ばしましょうね。あ、はい、ありがとうございます、はいはい、でも最近の映画あまり見てなかったです私。あ、そっかそっか、見てない映画あるか。はい、風立ちぬとか2013年の映画とか。あ、風立ちぬ見てない。見てないですね、うん、あと何見てないかな。ポニョも実は見てないんですよ。あ、ポニョ見てないの。ポニョ見てないんですよ。ポニョ、ソウスケ好きっていうセリフ知らないの。あ、それは知ってます。あの歌も歌えます。あ、なるほどね、うん、ポニョポニョって歌える。これ、はいはい、あのちょうど私が中学生の時、うん、あの音楽の授業で、はいはい、みんなで歌いました。あ、そうなんだ。ポニョの歌歌。そうそう、ジェスチャーとかも全部覚えさせられましたね。ジブリって大体僕あの金曜ロードショーで見るんで。あ、そうですね。そうそう、よくやってますね。公開されてからしばらくして見るみたいな感じの、うんうん、なんですよね。あ、わかります。わかる、はい、そういう見方をする。劇場ではあんまり見てなかったかもしれない。見たことない映画他にもある。見たことない映画、あ、ゲド戦記見たことないな。ゲド戦記もないんだ。はい、あの音楽すごいいいよね。いいですね。音楽は聞いたことあります。ゲド戦記見たことない。でもちょっとなんかグロいっていう話を聞いて、うん、戦いだからね。はい、最近あのこれジブリですかね、かぐや姫。あ、かぐや姫、ジブリですよね。はいはい、そうそう、ジブリジブリ。最近 DVD で見ましたね、かぐや姫。どうだった、あの、いや、見どころの疾走感はあった。絵がすごい綺麗だったんですけど、うん、なんかまんまかぐや姫みたいな、うんうん、ジブリ感はあんまりなかった気がしますね。何点？こんな批評する立場でいいんですか？何点でした？私的にはあんまりかな、うん、あんまり、うん、あんまりジブリ感がなかった。監督が多分違うんでしょうね。ああ、そうそう、監督は大体ジブリみんな違うけど。はい、あ、そうなんだ。はい、あと、あ、私見たかった映画があって、うん、あのマーニー、思い出のマーニー見たかったんですけど。思い出のマーニーはあのジブリじゃないんじゃない？嘘だ、ジブリですよ。思い出のマーニーは、ジブリじゃない、ジブリじゃない。思い出のマーニーってやって検索したら、はい、ジブリじゃないって出る。ジブリじゃないって出る。そうそうそう、ってことはジブリじゃないんですね。そういえばね、確かにジブリ作品っぽく見えるんですけど、はい、あのスタジオジブリを退社した、監督が、作った映画、スタジオポノックっていうところで作った映画らしいですね。ああ、そうなんだ。そうそうそう、まあ、ちょっとジブリぶってますよね。ジブリぶってる。まあ絵がね、確かに、はい、と思います。じゃあそろそろニュースに行きましょうか。はい、ニュースに行きましょうね。はい、じゃあ今後また後でジブリの話は続きますので、コメントよろしくお願いします。はい、お願いします。今日のニュースです。沖縄タイムスの紙面より総合面からお読みいたします。明日にも本島直撃、台風10号勢力強め北西へ。台風10号は19日午後9時現在日本の南にあり、20日昼前から大東島地方を強風域に巻き込み、同日夜に最接近する見込みだ。21日朝から昼前には暴風域を伴って沖縄本島地方を直撃する見通し。今後の進路によっては大東島、宮古島地方も暴風域に入る可能性がある。沖縄気象台は強風や暴風、高波に警戒を呼びかけている。台風10号は19日午後9時現在時速20キロで北に進んでいる。中心気圧994ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートル、南東側440キロ以内と北西側280キロ以内は風速15メートルの強風域になっている。20日午前9時には南大東の南約270キロにあり、最大風速23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予測される。
続きまして琉球新報の紙面より総合面からお読みいたします。カジノ法今日成立、ギャンブル依存対策に課題。カジノを含む統合型リゾート施設 IR 整備法案では19日の参院内閣委員会で与党などの賛成多数により可決された。カジノ解禁に反対する野党は内閣不信任決議案を20日に衆院へ提出して抵抗する方針だが可決となる見込み。ギャンブル依存症の防止策や治安対策といった大きな課題を残したまま、与党の方針通り20日に開かれる参院本会議で法成立が確実となった。法案はカジノを刑法の賭博罪の適用対象から外し解禁することが柱。 IR は全国3カ所を上限に整備し、日本人から入場料6000円を徴収する。カジノ事業者は利用客への金銭貸し付け業務を認める。以上で今日のニュースをお読みいたしました。しゃもじのうちなーぐちなー。今日のうちなーぐちはこちら。恥かさぬ。恥かさぬ、これは恥ずかしいだとか恥さらしいみたいな意味があります。例えばこういう時に使います。カラオケなどで、あんまーいでわーいつのへまー雨ー。恥かさぬ。国際通りなどで、いやいやいや、ヒップホップを聞きながら車でブーハーハイブーブー。恥かさぬ。基本的に沖縄のおばさんが若者などに対して使う場合が多いようです。皆さんも状況に応じて使ってみてください。以上、集合パークでした。ありがとう。恥かさぬ。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。はい、皆さん、今日はジブリのトークテーマでやらせていただいております。ジブリ。今ね、社長とオフトーク中に、オフトークではないですけど、うん、ジブリ飯の話になりまして、オフのオフだね、オフのオフで、うん、2人だけの会話でなったんですけど、はい、なんか美味しそうですよね、やっぱジブリで出てくるご飯。ジブリのご飯うまそうだよね。うまそう。一番好きなやつ何？一番好きなやつ、なんか覚えてるのが、うん、やっぱりハウルかなって出てきた、あの火いるじゃないですか、火の妖精、はいはい、名前なんだっけあれ、カルシファー、あ、そうそう、カルシファーかな、はい、が作るじゃないですか、ご飯可愛いよね、あれね。そう、あのパンと、うん、カルシファーだ、うん、パンと目玉焼き、ベーコンと目玉焼き、そう、ベーコンと目玉焼き、うん、うろ覚えやないか確かに超うろ覚えだった、うん、がてか可愛いですね、はい、カルシファーがね、作ってるのが、卵の殻食うし、いいよね。あ、いいですよね。恋したらさ、食ってくれる、めっちゃ欲しい。可愛い、あれね、可愛いですよね、カルシファー。消されそうになると弱っちゃりするやつ、可愛いよね。そうそうそう、水かけられてね、うん、あれも可愛い。なかなか可愛い。ちなみに何でしたっけ、ジブリ飯って。ジブリ飯社長はあります？あったら僕一番食いてえなと思うのが、千と千尋でお父さんとお母さんが中華街みたいなところで食べまくって豚になるシーンあるじゃないですか。ありますね。あれ全体うまそう。嘘。あれ食いたい。あ、なんか私、あれはなんかお父さんとお母さんが豚になるインパクトが強すぎて、うんうんうん、
もう料理見てるどころじゃなかったですね。豚になるほどうまいんだなみたいな。もうすげえ勢いでさ汁飛ばしながら食うじゃん、うん、そうですね。あれ何なんだろう、美味しそうだなみたいな。はい、確かにあれはなんかあの、うん、台湾が舞台なんですよね、あれ千と千尋って。そうなんだ。はい、だったと思います。台湾料理ってことは中華料理、屋台料理でしょうね。屋台料理、そうそう、確かに美味しそうですね。千と千尋の中にはあともう一個あって、はい、あのあったっけ、白がこの千尋にお腹空いてる白におにぎり渡す、おにぎりね、あのおにぎり食うシーンもうまそうだなと。あ, あれも食べたい。確かに、うん、ただのおにぎりなのにすげえうまそうに見えるし、ね、具もない感じだけど。そうそうそう、まあ、確かにジブリはなんかあのなんだろう、頭に絵で残りますね、映像で残るよね。はい、なんかね昔テレビかなんかでその設定ってこの現場の仕事のやつ見たんだけど、はい、なんかこうちゃんとこういう風に食べるようにとかってなんか細かく書かれてんだよね。美味しそうに、美味しそうに食べるように、美味しそうに見れるようにとかって、なんかそういうなんかメモ書きみたいのがあって、あなるほどなって。こぼし方とかも計算されてるのかな。計算でしょ、全部スタッフが考えてやってないよねあれはね、はい、監督の指示だろうね。面白いですね。面白いよね。じゃ あ,、はい、あもう30分なんで、じゃあ後半もねコメントの方ねやっていきましょう、はい、じゃあ後半のモーニングナハもよろしく。よろしく。お聞きの皆さん、おはようございます。おはようございます。8月20日、ただいまの時刻は8時32分です。はいはい、カルチャンプルーの沖合通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングナハです。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの30分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のトークテーマはジブリということで、三木ひろ佐藤さんが、はい、飛べない豚はただの豚これ有名なセリフですよね。そうそうそう、あの紅の豚のあれかな、うん、僕子供の頃から太ってたんでいつも、はい、飛べる豚になろうって思ってました。飛べる豚になろうと。僕はただの豚じゃない、飛べる豚になるんだっ て, 思って豚は豚でもみたいな。そうそうそうお前ただのデブじゃねえぞみたいな感じで思ってましたね。思ってましたか、うんうん、いいですね紅の豚はいはい。アイミルキーさん、うん、テーマジブリ、はい、もののけ姫は千と千尋と同じくらい話題になりましたが、うん、ところどころ体がゾワゾワするようなシーンがありました。あったね、あったね。あれ結構激しめっていうか、もののけ姫はなんだっけ、一、はい、回ジブリがセルガやめるんですよね。セルガっていうこのパソコンで、うん、パソコンで書くようになるっていうか、今まで手書きのなんか絵みたいになってたんだけど。そうなんだ。もののけ姫が確か一回最後の作品だって言って、はい、あの手書きの作品最後のなんか作品になるんですよ、はい、だからもののけ姫に集大成があるみたいなのは。でも実は確かポニョとか千と千ポニョかなに一回また元に戻したのかな。そうなんですか。なんかあったんですけどね。そういう手法の変更とかもあったんですね。あったみたいですよ。私あのもののけ姫のお母さんいるじゃないですか、はい、真っ白の犬、はい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 、あの大きいの犬かっこいいですよね。かっこいいよね。かっこいい。声超渋い。黙れ小僧そう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 、懐かしい。黙れ小僧はもう大好きですよいい、懐かしい。お前にさんが救えるかとか言って言ってましたね言ってましたね。覚えてる。覚えてます、覚えてます。そのセリフはなんか印象的でしたね。結構あれなんであの狼と一緒に住んでるか知ってる。あの拾われたんじゃないんですか。あれは村人が狼を恐れて、サンは生贄としてこの狼に捧げられたらしい。そんな過去だったんだ。そうそう、全然知らなかったね。面白いですね。裏設定がいっぱいあるから面白いんだよねジブリはね、はい、何回見てもなんか、まあ、あの時間で収めなきゃいけないっていう感じでやってるんだろうね、でしょうね、うんうん。続いてセブンさん、はい、岐阜の映画館でもののけ姫を鑑賞しようとしたらチケット売り切れてて、次の上映まで待っても立ち見、うん、で鑑賞した思い出がすごいエネルギーだったなって。立ち見ってあります？映画館前 あるでしょ立ち見映画館。あ本当ですか。今はっていうかそんなに混んで
混むことないのか分かんないけど、立ち見で見たことはないですけど、はい、あるんじゃないですか。そうなんだ、はいはい、へえ。私は立ち見、うん、立ち見ってあるんだな。立ち見って見てみたくない、やだ。え、3時間ぐらいだって立ってるんですよね、映画館の中で。楽しそうじゃん。楽しいですか。そうそう、あのカップルで行ったら余計楽しそうじゃん。え、うーん、僕が椅子になってあげようかとか言って、あ、正座して、あ、なってもらえますじゃん。うん、何言ってんのか分かんないけど。そうですね。アイミルキーさん、テーマジブリ、はい、勤めてる会社の隣が大きなホテルですが、そのホテルの玄関に猫バスが止まっていました。おー、すごい。バスを全面改装したもので、調べたらキャンペーン中で全国を回っていて、静岡にも来たとのことです。すごい、でもそれは本物の猫バスじゃないんじゃないですか。そんなこと言う。そんなこと言う。猫バスみたいなバスですよね。中どうなってるんだろう、ふわふわだった。あ、そうだ、なんかあったね、はい、ジブリの森かなんかで、はい、ふわふわになってるその猫バス、猫バスがあって、あそこ行ってみたいなって思ったんですよ。行ってみたい。あれって三鷹でした？違う？そう、三鷹の森だったっけ。三鷹の森、あれ三鷹の森だったっけ。それはジブリ、それはジブリだっけ。ムーミンじゃないよね。あ、なんかそこ被るますよね。多分三鷹のなんかジブリの美術館みたいなのじゃないですか。あ、三鷹の森です、はい、はい、行きたいんですね。行きたいです、本当に。行きたいですね。誰かチケットください、ね、ふわふわの猫バス乗りたい。乗りたいですね。続いて、直樹先生、テーマジブリ。オーストラリアのエアーズロックに観光で行った時、うん、風の谷のナウシカのモデルになった場所に行きましたよ。砂漠の中の岩肌の場所。やっぱモデルになった場所って本当にあるんだ。あるんだね。千と千尋はあるって知ってたけど、うん、ナウシカもあるんだな。モデルにしてほしいね、ここを。ここをね、ここ沖縄版やるときはモデルにしてほしいよ ね。あ、確かにここら辺でもいいかもしれないです ね。あの浮島通りとか、うんうんうん、面白そう。ぜひぜひ、はい、では、こんな感じでジブリのトークテーマで、はい、いろいろコメント募集しております。してます。この番組は皆さんのリクエスト、メッセージを募集しております。はい、メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリームで動画配信もしております。はい、FM那覇のトップページでからアクセスしてお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方いただいております。ありがとうございます。かっちゃんさんからのリクエストで、崖の上のポニョをお聞きください。はい、オフトーク。懐かしいこの歌。歌っていいよ。でも流れてないですよね、ラジオには。なんか一人で歌ってる感じになっちゃうから。トークでは聞こえるよ。あ、聞こえるか。うん、アイミルキーさん、豚をくれないのと聞いてるのかと思いましたって。くれないの豚って、僕も小学校の時だったけどそう思ってた。あ、そうなんですか。くれないの豚みたいな。そういう悲しい話なの。疑問系。受ける。見たことないです、くれないの豚。あの飛行機に乗ってるのだけはわかるけど。紅の豚の最初のシーンに、はい、子供たちを助けるシーンがあって、あ、なんかヒーローですよね、結構。そうそう、その子供たちも余裕かましてるし、はい、悪役もコラコラって子供たちをこうなんか抱き上げたりするシーンがあって、うん、ジブリ感、戦いの中なのに平和な感じがすごい、うん、ね、なんかほのぼのしますね、そういうのって。あと歌もいいよね、加藤登紀子さんの歌で、うんうん、どんな歌だっけ。エンディングテーマ歌ってるんだけど、はい、その歌がすごくいい歌なんです、ね、そうなんですか、うん、見てみたいな。見たことないから。他のジブリに比べたらちょっとなんかちょっとだるいかもしれないね。ちょっとだるい。僕好きなんですけどね。なんかゆっくりって感じですか。そうそうそう、ゆったり。あ、なるほど。雰囲気系。私あれ好きでしたね、猫の恩返し。あ、猫の恩返し、うん、主人公が女子高生ぐらい。女子高生ぐらい、うんうんうん、で主人公がいつもラクロスのこの、はいはいはい、なんて言うんでしょう、あれラケットかな、網みたいな、ラケットか、ラケット持ってて、はいはい、なんかそれに憧れてましたね、小さい頃。あれやりたかったの。ああいう女子高生になりたいと思ってた。レナ、なぎなたとか似合いそうだよね。なぎなた持って歩いてたらやばいかな、ちょっと。同じぐらいの長さ。なぎなた、まあ同じぐらいだけど。ラクロス。失礼な。なぎなたかっこよくない。でもかっこいいですよね。
あの、うん、凛とした感じがする。あれ剣道より強いんだよ。だってあそうなんですか。薙刀と剣道戦うときは、はい、剣道男子薙刀女子で戦っても女子が勝ったりするの。やりたいでしょ。はい、社長と一回やりたいですね。いや伊勢交えるか。あいや、はい、やりたいですぜひぜひ伊勢交えるか俺とやりたいよ。はい、もし勝てたら、うん、なんか嬉しくないですか。こんなでっかい社長に勝てたら勝てると思う。薙刀の方が長いから。あ、そうそうそう、確かに。だから薙刀やってる女子ってかっこいいなって思ってたんです。はい、練習しときますね。じゃあポニョの曲終わらせて本番いきますか。はい、はい。78.0 アネッタイラディオ FM ナパただいまの時刻は8時41分です。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしております。モーニングナハです。では初めに今日のお天気をお伝えいたします。本日8月20日沖縄本島中南部のお天気は北東の風やや強く、後北の風非常に強く、晴れ後曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る、波 2.5 メートル、後6メートル、うねりを伴うとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 20%、 12時から18時まで 50%、 18時から24時まで 60% となっております。日中の最高気温は30度です。先ほども申し上げたんですけども、台風が沖縄に近づいておりまして、うん、明日暴風域に入る可能性があります。あ、そうだそうだ、沖縄電力からのお知らせ、はい、言いましょうね。沖縄電力からの、お知らせお願い。事前の台風対策のお知らせをします。台風10号が沖縄地方に近づいています。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけではなく電線に絡みつき停電になる恐れがあります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定など事前の対策をお願いいたします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池などの準備や携帯電話、スマートフォンの充電、ブレーカー操作などの確認をお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以前、事前の台風対策のお願いでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続きまして道路交通情報をお伝えいたします。はい、沖縄道下り宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジまで工事のため規制中となっております。続きまして沖縄道下り金インターチェンジ付近故障車のためこちらも規制中となっております。続きまして那覇市内の一般道の交通情報です。阿蛇交差点から上野屋、上野屋から泊まり方面に向けて渋滞しております。また、古島から阿佐渡、こちらも渋滞しております。寄宮から与儀、与儀から麻団橋、麻団橋から小羽倉、こちらも長く渋滞が続いております。続きまして柿の花から山下、山下から山下南、小禄方面も渋滞しております。また那覇空港方面も渋滞しております。皆さん運転の際はお気をつけて安全運転でよろしくお願いいたします。以上で今日のお天気交通情報をお伝えいたしました。はい、さあさあ今日のトークテーマは、ジブリということで皆さんのジブリにまつわるコメントを、ツイキャスなどからお待ちしております。自転車の店タオさんが、コンロをとろ火にするたびにカルシファー死んじゃうって言ってしまいますってそんなかわいい、かわいい、それはそれはかわいすぎる。とろ火にするたびに、はい、カルシファー死んじゃうって言っちゃうんだ。いいですね、これはかわいらしい。本当に生産与奪を握ってるわけですね怖い、カルシファー死んじゃうって。面白い、それは私もこれから言おうかな、ね、焚き火の時とか言いたいな。はい、あ、カルシファー、あ、カルシファーが消す時にね、うんうんうん、バイバイとか言って、はいはいはい。自転車の店太郎さんが紅の豚は大人の雰囲気ですよって言ってて、あ、確かにやっぱりさっき言ってたみたいにね、うん、社長が大人の雰囲気ですね。はいはい、ジブリで、悪役っていっぱいいるじゃないですか。はい、嫌いな
あ、嫌いなじゃねえな、好きな悪役って言います。好きな悪役、うん、ジブリのですか。ジブリ悪役覚えてる。悪役はそもそも千と千尋の神隠し の、 あのおばあちゃん名前なんだっけ、なんとかバー、そう、湯婆婆だ。湯婆婆、湯婆婆と悪役他にいたっけ。悪役なんか全部は出てこないけど、そうですね、まあ、大体なんだろう、ムスカとか。ムスカはなどこのですか。ああ、あのあれだ、虫のようだの人だ。人がゴミのようだの人ですよ、ね、そうそう何虫がなんて言ったの。間違えました最初。人がゴミのようだ。人がゴミのようだ。あの人はすごい嫌いですね私。湯婆婆結構好きですね。湯婆婆可愛いおばあちゃんになっちゃったよね最初ね。そうですね、最後ボケちゃったんだっけ。いや、ボケてない。ボケてないんですかあれ。ボケてないんですか。なんだっけ、千尋が、はい、あの棒を味方につけて、あー懐かしい、あのばあばのこと嫌いになっちゃうぞって言わすっていう。そうそうそう、うん、パニックってましたね。あと、もののけ姫のエボシとか。はい、あの、わかる。エボシ、 女の人で、もののけ姫出てくる女キャラクターで、美人なキャラクターが出てくるんですよ。あー、そうなんだ。敵役で着物着てて。全然覚えてない。マジでエボシかっこいいのにな。本当ですか、うん、見てみます、ちゃんと見直してみます。もののけ、あと顔なしか。顔なしはもう怖いですね、うん、恐怖の対象って感じ。悪役の描き方もいいんですよね、ジブリは。なんか憎めないっていうか、変な、 なんか魅力がある。確かに、うん、感じですよね。いろんなキャラクターがね出てきて、うん、濃いですね皆さんね。あ、お、来たね、自転車の店タオさんが好きな悪役はまんまん言うとなんですね。紅の豚、わかる。まんまん言うとなん、紅の豚見てない、うん、見てないからわかんない、ね、見たいな。なんだっけ、今一番最初に出てくるやつらとなんだっけ、その最終的に紅の豚と、はい、紅の豚じゃない、あの豚の名前なんだったか忘れたけど、はい、豚と戦いを挑むやつがいて、はい、そのそいつらもなんかこうだから平和的な悪役っていうか、平和的な感じがいいんだよね。ジブリには結構珍しいですね、平和的なって。まあうん、かな。結局でもそうでもないか、湯婆婆もそうだし、なんだかんだそうかもね。そうですね。あ、そう、敵あれだ、続いて自転車の店タオさん、はいはい、うん、私はラピュタのパズーが好きですね。パズー、もう男の子って感じ、トンボは好きですよ、うん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 、パズーってどんな顔だったっけ、ちょっと検索してみよう。嫌いなタイプじゃない、もしかしたら。トンボと同じだったらトンボ、メガネかけたらトンボみたいなキャラクターだと思うよ。パズー、ちょっと待ってくださいね。はいはい、パズー、あー、あ、かわいいですね。あ、いましたね、この子。あー、てか、主人公じゃないですか。主人公じゃないですか。そうだよ、主人公ね、うん。パズー。あ、いいですね。あの、この、天空の城、ラプターで、うん、女の子が、うん、あの、空から降ってきて、うん、あの、この男の子が、抱きかかえる。そう、抱きかかえるシーン、すごいロマンチックでいいですよね。ね、あれ、難しそうだよね。難しそう。うんうんうん。で、その後、なんか重力が一気に戻ってきて、なんか、落ちそうになるみたいな重い感じね。はい、あれもいいですね、いいですよね、ロマンがありますねやっぱジブリは。お芋さん、テーマジブリは、GHIBLI と書き、イタリア語でサハラ砂漠に吹く熱風という意味です。めっちゃ豆知識。なんかあのジョジョ一部の、ジョジョ二部か、ジョジョ二部のサンタナみたいですね。はいはいって言ってわかる。あの、全然聞いてなかったです今すいません。なんかサンタナっていうキャラクターが出てきて、はい、なんかそう熱風とかっていう意味らしくて、へえ、徐々にもそういうのが出てくるんですよ。あ、そうなんですか。はいはい、そんなジブリってそんな意味があったんだ、すごい、ね。まあ、日本語ではないかなと思っていたんですけど、うんうんうん、そういえばさっきルルル沖縄さんが、はい、あの予想してて、私の好きな男性キャラクター、うん、ジブリで、うん、ハウルが好きそうって当たってましたね。当たってたね。まあ、大体石投げたらみんな当たる女子はハウルが好きって言うんじゃないですかね。あ、多いですよね、でもハウル好き女子は。うん、ハウルね、アシタカの方がかっこいいと思うけどね。アシタカはなんか男性人気が高そうそうだね。 あとあの猫の恩返しの猫結構かっこいいですよね。なんだっけ名前。あ、名前覚えてないな。いい名前なんだよな。でもあんなにかイケメンの猫はいないですよ、すごい紳士で。紳士ね、猫なのに。あれな、バロンだ、バロン、バロンか、うん、バロン、バロンね。はい、あれ切なかったですね、主人公があの元の世界に戻って、いい、ね、あのバロンはただの猫になっちゃって、うん、かわいい猫になっちゃうんだよね。はい、かわいかった。でもあれも結構好きでしたね。ジブリ好きだよねみんなね。はい、
直木先生、ジブリ千と千尋のモデルになった愛媛県の、なんていうのかな、これ道後道後温泉本館には行きたいな、行ってみたいなって。あ、温泉の元になったやつあるんだ。あ、そうなんだ。道後温泉本館。あ、あ、そうなんだ。私台湾だと思ってました。あ、いや多分いろんなとこモデルにしてると思うんだけど。そうなんだ。この温泉はミックスしてるのかな。すごい道後温泉、すごい本当にジブリの世界みたいな。え、本当ですか。温泉がある。行ってみたい、行ってみたい。誰かチケットくださいさっきからそれだよね。いや行きたいよ本当に。ここ行きたいな。で道後温泉が、台風、あ、じゃない、豪雨災害大丈夫だったかなっていうコメントも来てますね。はい、なるほどね。そうですね、うんうん、あ、そっか、四国。三木宏佐藤さんが、猫といえば魔女の宅急便のジジが好き。あー、かわいいよね。確かにね。よし、じゃあそろそろ新聞に行きましょうか。はい、はい、皆さんジブリのコメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。新聞に行きます。今日のニュースです。沖縄タイムスの紙面より、総合面から、失礼いたしました、社会面からお読みいたします。住宅被害38,000棟超え。西日本豪雨から2週間、西日本を中心とした豪雨の住宅被害が約38,000棟に上ったことが、19日総務省消防庁の集計で分かった。北海道から九州まで31都道府県に及び、約7割が岡山、広島、愛媛3県の被害住宅はさらに増えると見られ、被災者が公的支援を受けるために必要な罹災証明書の迅速な発行が自治体の課題になる。各地で甚大な被害が出てから20日で2週間、被災地での死者は警察庁のまとめで233人になっていた。消防庁によると、19日時点で全壊2847、半壊548、一部損壊933、床上浸水15,008、床下浸水19,010。都道府県別では岡山の14,233棟が最も多く、愛媛6,683棟、広島6,380棟で、次いで福岡と京都だった。広い範囲で浸水した岡山県倉敷市や広島県五木市では、同庁の集計に含まれていない住宅被害がいずれも1000棟以上確認されている。続いて琉球新報の紙面より、総合面からお読みいたします。県撤回を明言、来週手続き開始。米軍普天間飛行場の移設による名護市辺野古の新基地建設をめぐり、ジャハナ副知事は19日県庁で記者団に対し、辺野古海域での土砂投入前に埋め立て承認を撤回することについて、そういうふうに作業している、尾長知事とも了解していると答えた。土砂投入前の撤回方針を県が公に認めたのは初めて。関係者によると、県側は来週中に撤回方針も表明し、撤回に必要な手続きの初段階として長剣の開始を沖縄防衛局に通知する。以上で今日のお天気、失礼いたしました、ニュースをお読みいたしました。はい、皆様今日はちょっと髪が
噛むのが多くてちょっと申し訳ございませんでした。残り40秒はい、待って、最後にお芋さんのクイズ、ここでレナちゃんと一緒に問題です。はい、魔女の宅急便でぬいぐるみになりしましてジジを助けた犬の名前は、ポチポチわかんない、名前あったっけ、わかんない。はい、ぜひお答えをまた教えてください。ということで皆さん、今日も FM那覇モーニング那覇をお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。はい、はい、オフトークオフトークです。答えはジェフ君でした。知らねえジェフ全然全然知らなかった。犬も浮かんでこなかった正直、ね、ジェフ君って言うんだ、検索してみよう後で。ジジが犬に見つかって汗をたらたら流すシーンはわかる？そこはなんとなく覚えてますね。ビビって人形のふりするやつでしょ。そうあれは可愛い。動かないふりするやつ。魔女の宅急便が結構一番好きかもしれないです。私いい世界観と雰囲気なんだよね。そうですよね。あれは外国が舞台ですよね。外国が舞台だ、ね、じゃないですか。なんかトンボの服装とか的にはね、キキって名前の日本人いたらもうおばあちゃんだもんね。おばあちゃんですね。キさんだもんね。だからなんかちょっとおしゃれな感じですごい好きだったんですけど、チェッチェ気取ってやんのって知ってる？あれでしょ、トンボでしょ、うん、だからそういうとこなんだよねトンボのねトンボのそういうとこ。そういうとこ。はい、今日も楽しくラジオができて皆さんのおかげでありがとうございました。ありがとうございました。またね、お芋さんも来週も来てくれたら嬉しいですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、さようなら。